クエスト NPC だ。でもちょっと変わっていてさ。変わってる？クエスト NPC といえばいろんなタイプがいるとはいえ、ベースとなる話があって、それに合わせたセリフを言ったりするだろ。だけどこの子はクエスト開始時もクリア時もそれらしいことは一切発生しなくてさ。本当にただ目的地に連れて行くだけのクエストだったんだよ。一度で終わりじゃなく続きもののクエストとかですかね。クエストを進めれば話が分かってくるとか。その線も考えたんだけど、なぜ話が全く見えないからわからないんだ。まあこの子が気になるのはそれだけじゃないんだけど、ゲームを開始した日から俺はこの子に見続けられていた気がする。どうした、ゆい？パパ、その NPC は確かに普通ではありません。あ？何かおかしなことでもあった？順を追って説明します。通常 NPC には必ず役柄や性格などが設定されます。それって例えば町娘とか商人の子供とかそういうこと？はい、それにより NPC たちは与えられた役を演じるのですが、その NPC はそうした設定が全てぬる、値が設定されていない初期状態なんです。値が設定されていない？わかりません。制作スタッフのミスなのか、プログラムの不具合なのか。キャラクターの役割が未設定のままのクエスト NPC。 名前が表示されないのもそれが理由か。じゃあその子は自分が誰で何の目的があって存在しているのかもわからないってことね。おそらくな。なんか不憫な感じよね。そうですね、名前がないっていうのもちょっと。名前か。そうだ、
て考えてあげましょうよ。考えるって名前を？だってそうじゃないと呼ぶとき困るじゃない。もちろん本人が気に入ってくれればだけど。そうね、ちゃんと名前で呼んであげたいな。どんな名前がいいかしら。やっぱ可愛い名前がいいですよ。名前？君の呼び方を考えようとしているんだ。私の名前、そういえば名前を思い出せないです。それはちょっと忘れただけじゃないかな。だから思い出すまでの呼び方ってことで。いくら NPC 相手でも名前がないから名前を考えてるなんて言えるわけがないよな。うん、やっぱそれかな。いいんじゃない。はい、文句なしです。ん、決まったのか。うん、かわいい名前だよ。あのね、プレミアちゃんってどうかな。プレミア？特別な存在っていいのか。それもあるけど、もう一つ、英語のプレミアって幕開けって意味もあるの。プレミアちゃんがこれから一人の女の子としての幕開けをするって思いを込めて。幕開けか。なるほど。ということで、あなたを呼ぶときにプレミアちゃんって呼んでもいいかな。プレミアちゃん。ああ、ちゃんのところは違うからね。プレミア、どうかな。別にどう呼んでも構いません。本当の名前は思い出せませんので。うん、それじゃあプレミアちゃんって呼ばせてもらうね。はい。それでこれからこの子はどうすんの。訳ありの NPC と知ってしまった以上、放っておくわけにもいかないよな。なんでこの子がこんな状態なのか原因もつかみたいところだし。じゃあしばらくは私たちが面倒を見るってことでいいかな。まあ NPC を束縛するわけにもいかないから、ずっと見続けることはできないだろうけど。できる限りで、これからよろしくね、プレミアちゃん。よくわかりませんが、よろしくお願いします。設定のないクエスト NPC、 なぜそんな状態の NPC が動いてしまっているんだろう。不具合なら運営に知らせた方がいいとは思うけど、そうした場合この子はそれに不自然なクエストといい、彼女のことをもう少し追ってみた方がいいかもしれない。